田村まさかって知らなかったでしょ偽物です安心してください音楽家でね、なんですけど、まあ、そっくりさんなんかやりだしてね、まあ、そっくりさんやりだしたのもね、まあ、たまたまなんですけど、これ15年ほど前だったんですかね、ラジオ局のね、控え室でモノマネ芸人さんとおしゃべりしておった。そしたらね、私の声が似てるから一緒にやりませんか、うん、私考えてもいなかった。その頃はもう髪型だって坊ちゃんがいたしね、へえそうなんだと思って、でところがね、ここでやってみたらね、意外とお客さん喜んでくれるのね、忍三郎ですね髪型もそうなんです。それでもう髪型必死で作ってくるの大変なんですよ。だからこれ 髪型がなくなったらもう終わりですからね、あと2年ですまあそんなから被るしかないあ、今ね、そうウィッグがね、いいのがあるみたいですからね、なんとかなります。まあそういうわけでね、そっくりさんもやっていろんなところに顔を出すようになったんだけども、まあ音楽家です。ここではね、ピアノとオカリナっていう楽器をね、これオカリナみんな知ってるよね、宗次郎さんが活躍しましたからね。だけどね、ここでやってると本当によく聞くのは、いやオカリナの音初めて聞いたよ意外にそうなんだね。これね、生の音すごくいいんですよ、ね、さあじゃあちょっとピアノをちょろっと弾いてすぐオカリナに移りたいと思います。それではよく来ていただきました田村まさか師匠です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にピアノ、何行こうかな。一番ね、お客さん喜んでくれるのはこれだな。ショパンのノクターン9の2をお送りいたします。
自動演奏機能がついてね。私あらかじめピアノ伴奏を弾いて、そしたら弾いた通りに鍵盤が動いてね。生の伴奏、こんな贅沢なことなかなかないですよね。さあ、オカリナの音色、ピアノは生伴奏でお送りいたします。さて、ようこそ北海道へ。これから行きましょうね。北の国から、来てくれたお客さんね、もう距離関係ない YouTube があったよね。
まあ、そんなことをやっております。さて、YouTube 見てくれてる人がだんだん増えてきて、でリクエストなんかもいただけるんでね、まあ、教室なんかもあったりしてね、リクエスト玉置浩二さん、ね、いろんな人の歌を、ね、採用してるんだけど、玉置浩二さんのメロディーっていう、曲をね一応作ってきたんですよね。作ってきたというか伴奏をね作ってきた。さあやってみたいと思います。Thank you.
YouTube なんか見ていただいたらね、コメント書けますからね、あのリクエストなんかいただけるといいかなと思います。嬉しいかなと思います。もう自分ではね、想像もつかなかったような、リクエストもらえたりするんですよね。うん、何行こうかな。いい曲が、あ、そうだそうだ、フォークソングっていう文化があったんですよね。私も中学生の頃はギターばかり弾いてね、まあ、そういう経験がお客さんもあるかと思いますけれどもね、あの頃は本当にギターを持つのがかっこいい時代だったんですね。独特のなんか雰囲気があったりしますね。フォークソング、懐かしい曲をやって、あ、これも一番古い、歌かもしれないな。バラが咲いた、マイクな
かしいね、気持ちになるんじゃないかな。こんなの覚えてますかね。悲しくてやりきれない。これもいい曲ですよ。最近仕上げたんでね、とてもね、喜んでいただける曲があるんでね、みんな知ってる、みんな知ってる、もうあえてタイトル言わないでやりますけどね、さあ、なんていう曲だったんでしょうか、みたいな感じね。
日曜日の夕方になったらみんな見てたからね、水戸黄門とかね。まあいいんですけどね、まあそういうわけで時々お客様お家に帰ったらね、思い出して、田村正賀賞 YouTube で見てください。さあこういうコンサートの場でね、お客様に元気を分けてあげられる曲あります。5年ぐらい前に朝のドラマで取り上げられた天才作曲家古関裕而さん、もう作品がいっぱいあるんだけど、今日それをやりたいのはね、高原列車は行く、まあ、ちょうど旅行で来られたんだけどね、これね、もう聴いただけで元気になる、これも間違いない。いや、やってみたいと思いますね。名曲です。Thank you.
あんまり時間がもうなくなっちゃってね、あと2曲ぐらいいけますかね。オカリナという楽器がね、とても似合う曲があるんですよね。めちゃくちゃ似合う。天才画伯、山下清さんの放浪記をね、ドラマにしましたね。芦屋雁之助さんが頑張ってずっと。寅さんの、渥美清さんの寅さんみたいにね、芦屋雁之助さんの、裸の大将。ね、それがね、芦屋雁之助さん病気で痩せちゃってもう亡くなっちゃった。そしたらね、見たことありますけど、お客様ね。芸人の塚地君が一回やったんですよ。あれめちゃくちゃ良かった。あれまたやってほしいなと思うんだけど、なんでやらないのかな。すごい良かったと思うんだけどね。まあいいんですけど、そのテーマ曲が野に咲く花のよくね。これいい曲ですね。やってみたいと思います。最後の曲になっちゃいます。ちょっと宣伝です。YouTube 見ていただければいいんだけど、ここにね、CD がいっぱいあるでしょ。まあ、車で聞いてみようっていう人は1枚2500円になっちゃいますけどね。いろいろあります。それで、こんなに10枚もあったら、何買ったらいいか分かんないじゃないか。ね。こんなことやりました。この10枚のアルバムを全部このメモリに突っ込んじゃいました。158曲あります。1万円パソコンで聴くとすごくいいですよね。それとね、最近のスタイルで自動演奏ピアノに乗せてオカリナ吹いてる。ずっとこの 2,3 年やってるんだけど、その曲をね、ずっと集めてみましたら、これも159曲あったよね。これもメモリに突っ込んでました。これも CD にしたら7枚になっちゃうからね、これ大変なんだよね。これも1万円、こんなのがあります。それと、オカリナをやってみたい人、私の使ってるオカリナ、1万円です、ね。まあ、買ってくださいって言うと違うんだよ。楽器屋さんで買うときはね、音痴じゃないやつちょうだいって言われるね。割と音痴なんですよ。だから私のはね、これ自慢だけど、これは調律してます。あんなもね。私のはピアノと、ピターンと。まあ、それが価値ってことですね。まあいいです。YouTube 見て応援してください。さあ、最後の曲はね、実は、これだけアルバムがあります。私は音楽家です。オリジナル曲がいっぱいあってね、一曲だけちょっと付き合ってください。ベーシックシーン5番おぼろ聴いていただいて締めくくりたいと思います。Thank you.
本当にいなくなったりね、誰もいなくなった時もあった途中で。まあまあいいんだけどね。いや本当聞いてくれてありがとう。本当感謝です。あとはユージ君で田村でした。ありがとうございました。東京で宣伝しといてください。岩泉です。